こんにちは、Pです。メタルスラックアウェイクニング、ベンテが終わってコラボも来てますけど、毎日ちょっとずつ更新されていく感じみたいですね。今のとこは1ヶ月記念のイベントがあるかな、乾杯とかね。でね、昨日からね、はい、共同作戦にいるんだけど、はい、アビスというのがね、追加になりました。はい、武器を入手した時とかに、ね、おすすめ構成とかね、紹介されてるんだけど、そこで、ね、見たことないコアとかありましたよね。はい、それこちらで、ね、入手できるんですね。私も今5までは来たのかな。はい、20まであります。20になるとね、10以降だったかな。4つもついてね、このダイヤみたいな。ダイヤ、かな。あと見たことない方がいっぱいある。武器強化とか、攻撃力 15%。S1 って書いてあるね。ああ、はいはい。え？私が押されるのいくつぐらい？ S も使えない？あ、何もついて、何もついてないの。でね、どれくらいかな？ 10 ぐらいからまたね、さらに変わってるの出てるよね。びっくりじゃん。これも15だね。はい。こうやってコアを入手して強くなっていくんですね。ただね、これ、1日のもらえる報酬の上限があるみたいで、昨日は2回で終わっちゃった気がするの。今日はね、3回かな。もらえた気がするけど。ね。ランクで言うと、このクイズだね。エクセレントかな。で、次のランクに上がれるんだよね。はい。本当に一回って言いますね。そうそう、ないよって言われてるんだね。はい。だから報酬がありませんよって。できたからね。はい。だから、スタミナ減らないのかな。はい。皆さん200ぐらいですね。はい。チームマッチング。私が227ですね。はい。あ、見て。3人一緒だよ。ね。ん？なんか、画面の下の方がおかしい。3人ともだよ。え、しかも、皆さんいい武器持ってる。私、一番多分これ、ね、弱っちい武器だぞ。悲しい。話に、はい、れここで出てくる、ここなの？あれ？うん、アビス？あの紫のダイヤみたいなのを入手して、なんかね、うん、威力はあるんでしょうね。はい、あ、待って、私ビラできちゃったよ。なんてこと？あれ。たまたま前回これ前にやったときに、うん、ごめん、遅れてる。ヒーラーがいなかったから私やったんだよ。そしたら、うん、ちょっと、慣れてないから苦手です。あま、これは無理かもしれないぞ。ヘッピして。ヒーラーさん。また間違えてる。結構ね、今押してたんだよ。押してたんだけど、間違えてました。やば。よくね、皆さん、回復して、とかって言ってる人もいるじゃない？私もね、たまに、回復お願いって、ここの中で言ってるんだけど、ちょ、ちゃんと言ってるわけじゃないんだけどね。うん。よくね、その、気持ちがわかるわ。ね。みんなのそばにいないと回復できないわ。あ、ちょっと苦手なこと来ちゃったけどな。はい。ええなろ。反対向いてるわ。やばい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 。
間に合ってないね。はい、ごめんね、ごめんね。あのね、今日は、DPS の時、真ん中に、その、ボタン、そっか、DPS はボタンがないの。別にね、特別ボタンを押さないから。なんだけど、ヒーラーさんはね、タイプシナプスだからね、ボタンが左のようになってね、あんまり見てない方になる。リラックスしてる。リラックスしてるな、ちょっと。ごめんね。やば。ちょっと苦手。ごめん。ごめんね。すいません。ごめん。これは、で、車にちょっと回復できないよね。もうちょっとだよ。どう？大丈夫かな？ごめん、誰か一人ね、殺しちゃったって。私じゃないと思うんだけど。ね、こうやって、スタミナは消費してませんけど、報酬もありませんという、はい、感じです。2回しかね、ないんだよ。見て、ごめんね。弱っちくてごめん。はい。これね、抜けますね、一回ね。ヒーラーは無理です。慣れてないからね。はい。DPS は何もしないから DPS が楽だね。はい、こうやって実績は、でも実績が増えるのか。そうなんだね。はい。エクセレントだと思うんで、それをクリアしないと。今、アビス増えた？237、227とか10ぐらい増えてる気がするね。これは、普通の共同作戦の、戦力に値するのかな？それで判断して、マッチングしたりしてるみたいですね。はい。もうね、欲しくてしょうがないんだよ。コアが強いのは。でも、あとね、もうちょっと強いとこも行きたいんだけど、制限があっていけない。あ、残念だよ。これってね、どれかな？すごいね、武器がもらえそうなイベントがあったんです。え、かな？ね、キルトかわいい。これも面白いけど、結局最後、ね、リアルマネーを足さないと無理みたいな。これが乾杯だよね。あと、何回かやると多分この、ツルハシがもらえるんだけど、どれかな？ここじゃないか。何か、なんだね。あ、これ、ギルドだね。はい。なんかね、いっぱいすぎてよくわかってない。ただね、アビス。アビスはね、頑張ってやりたいと思って。あとね、20万いかないとね、この12の2の、ボスに負けちゃうんですよね。これをクリアできると武器がね、ランク上げられるから、ちょっと先に進めるかなと思ってるんですけど、なかなかね、ここでね、止まってます。ただね、あとね、前回のね、動画で、コアを入れ替えてる時に、コアだけ入れ替えみたいなボタンがあったら何なんだろうって、たまたま動画撮る前にそれをおっしゃったんですよね。だから、このキャラにしたら戦力下がっちゃったじゃんと思って、何か悪いのかなって思ってたら、単純にね、コアの入れ替えがミスしてました。ちょっとね、かっこ悪かったんだけど、撮っちゃったところだ。編集が効かなかったんで、はい、ごめんなさい。今度はね、間違えないように。そうだからね、戦力あれだけ下がってて、ね、そこに気づかなかったのはちょっと残念だったけど、はい。毎日ね、楽しく遊んでます。あとイベントもね、今日、今16日かな？で、17、18とかね、どんどん追加で増えていくみたい。どこのコラボなのかってちょっと調べたんだけど、わからなかったです。はい。メタラスラック、アウェイクニングでした。はい。じゃあまたです。バイバイ。